はい、どうもです。帰ってまいりましたと。すいません。ちょっとどこまで、前回がどこやったかもう覚えてないぐらいちょっと一人で遊んでおりまして、これですね。ホテルを作るという話をしてたはずなんですけど、ホテルは一応作りました。はい。地下に、大好きなんで地下、すぐ地下に、はい。ルールをいろいろ調べて、受付を作って、部屋と隣接させたらホテルということで、まあ、ちょっと殺風景ですけどね。材料が足りなくなってきて、ちょっとすごい殺風景で、トイレもやたらでかくて一つだけと。トイレの作り方を調べて、やっと思い出したんですよ。今はまだ壺とタオルでトイレができるんで、まあ、とりあえずやっとトイレも、まあ、できましたということで。まあ、これはホテルになってるんですけど、あとは鉄道を敷いてあります。一応ちょっと乗ってみます。どこにトロッコで置いてたかな。トロッコがどこにあるか。駅をね、いくつか作ったんですよ。ここにね、駅をほら。ちょっと、まあトロッコ、まあいいか。ここにね、ちょっとまあこだわりというか、一旦ここ回る感じなんですよね。ちょっとはまりましたけど。一旦こう水辺をね周回してこう景色を楽しんでいただくと、でほんまちょっとこう建物建てたいなと思っていて、ここはいずれゆくゆくはです、ちょっとまた時間ある時にやろうかなと思います。はい、なんかこんなのこそこそやってる間にですね、なんかいろいろ達成してハートとか小さなメダルとか結構もらったのはもらったんですけど、まあそれはまた後ほどということで、じゃあまずは素材島に行きたくて、証人を探しに行かなかったよね。線路200個、はい、やりました。ワープで移動すること、うん、多い。そっか、まあ確かに島中に最終鉄道を張れたら、確かにね、全体に線路を敷いてぐるっと一周ねやってみたいですけど、材料もやばいからな。オッケーオッケー、まあそれいずれね、いずれやりたいっすわ、それは。よし、次は証人を呼んでくるですよね。もう一回話じゃあ聞こっか。ピカピカ島に行って証人を連れてくる。よし、では行こう。それやりましょう。旅の扉ですね。船着き場です。旅の扉ちょっと位置移動したんで行きやすいようにね移動しました。さあでは、ピカピカ島はどれですかと。結構ハートが溜まってるから、ふさふさ島、ジメジメ島、これか。ふさふさ島もいけるし、ゴロゴロ島もいけるんですけど、まあとりあえず言われた通りのピカピカ島で行きたいと思います。で、素材集めもついでにやろうと思います。素材集めのコツをちょっと聞いてきたので、ジメジメ島かな、一番最初に出たジメジメ島は全部集め切りました。で、全部集めたらどうなったかというと、木材とかがフリーになったんですよ。使い放題になったんです。だからこれ結構重要やなと思って、必要素材をフリーにするために素材島のなんていうんですか、素材島のこう素材を全部集める必要があるっぽいんですよね。なのでちょっとそれを、意識して、というか、まあ全部集めにかかりたいなと思います。はい、水族館すごい、すごいな、この屋根の感じがすごいですね。はい、人のやつを感想言ってる場合じゃない。僕も結構ね、いろいろなものを実は作ったんですけど、自分の島じゃなくて人の島に作ってしまったので自分で一つ気づいたことがあって、作業がめっちゃ早いですわ僕。作りたいものに対する作業がえげつなく早いということが分かりまして、まあ後々それはちょっとまたフリービルドの時にね気づいていただけると思うんですけど、さあチェックして、チェックがいらないものをさあ島に上陸します。商人も探さなあかんしね。
で、まずはちょっとこういうある程度素材ちょっと確保していきます。あれ何ブヨブヨブヨスライムみたいな、あれなんすか、何これ、え、何これマジで敵じゃないよな。ぷよぷよゼリー、なんじゃそら、壊したら素材化する、あーなるほど油になるんや、敵もおるねこれ、チェックチェック、マーブル岩チェック、チェックがすごいしにくいんですよね本当に、チェック、土を発見した、いやヨウさんおるねこれ、チェックチェック、土岩土岩って呼んだらいいのかな、これもですね、わーわこれも、はい、マグマ、マグマ自体はどうなのね、マグマ自体は関係なさそう、チェックチェック、黒い岩、おいちょっと待って待って、危ない危ない、ダメ引かれてる、これもでしょう多分、え違うのか、あ、なんかあれやな、ちょっと見ていただいたら、チェックリストを見ていただいたら分かるんですけど、牛がおるね、牛おるね、これこの島、やば、楽しみ牛おんぞ、これあとなんかクリスマスツリー的なものがありますか、順調に発見しております、骨骨骨、獣の骨、よし、順調に発見している、岩はまだもうちょっとありそうだと、あとあれやな、あ、ジュエル的な、ほら、うわ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 、めっちゃあるわ、何ここ、摩天楼ですよ、すごいっすね、なんかビルみたいになってる、摩天楼やな、すげえな、やっはー、うわちょっと今俺こうちょっと今作りたいもん思いついてもらうわ、まあ、もうちょっとね、時間がね、マジこれビルダーズ面白くて、本当にやってたら、俺フリーが始まったら自分の島で本当にその素材をねある程度使えるようになってってなったら多分ね、もうやばいっすよ、もう、まあ今ね、もうビルダーズの動画自体をその見ていただいてる方がどれぐらいいるかとかちょっとわからないんですけど、ちょっと僕的にはですけど、めちゃめちゃちょっとハマりそうで怖いんですよ、もう時間がもう浪費がすごくて面白すぎるやん、やったらわかるんですよこれ、まあ、特にその自分の好きなものを作るっていうことになった時に、まあ、ちょっとだいぶやばい感じはしてて、匂いとして僕多分もう死ぬかもしれないです、やりすぎて、まあ、ぜひそのちょっと期待して、ちょっとハードル上げるのは嫌なんですけど、ちょっと期待しといてほしいです、僕のフリービルドに関して、まあそのいいものができるとかじゃなくて、そういうことじゃなくて、単純に多分楽しくゲームをやれると思っているので、それに関しては期待していただいて大丈夫かなと、僕らしさが多分すごい出ることになります今後。さあ、あれ金とか銀とか、あと赤い宝石みたいなのもありますね。よし、じゃあちょっと足場、一応ちょっと足場用のこの辺モルタルの壁とかアイアンの壁とか使いたくないから、移動に際しては今の石を使おうか。こんなとこ景観乱しても全然関係ないので、ガンガンやっていきゃいいんですけど、あと商人も探さなあかんし、牛も探さなあかんし、探すものは多いですね。よし、ここや、チェック、銀鉱脈、おい銀鉱脈なんですね、取ったら銀なんですけどね、手に入れれば銀なんですけど、チェックしてるのは鉱脈、え、これは違うね、これはいらんのか、金鉱脈はまた別のところで取ってくるっぽいな、おお、こういうのがあるんですよね、別に全素材がその島で、全素材をその島で手に入れなければいけないというもんでもなくて、あくまでもあのチェックリストのやつをチェックしろよという感じなんですよ。
これも違うっぽいな。あ、チップあるわあるわ。あ、銅鉱脈あった。イエーイ。赤い宝石さっき見えてたような気がするんですけどね。気のせいか。あれは銅でしたか。はい、ゆっくり探索しよう。もうこの探索が超楽しいから。これ何？焦げた草。ほう。普通の枯れ草。砂漠草。イエーイ。はい、オッケーオッケー。次々と。あ、なんかある。これか。クリスマスツリーみたいに見えたやつ。何これ？コーヒー豆。すごい。コーヒー。ちょっと取ってみましょうか。こういう感じになるんや。コーヒー豆とコーヒー豆の種。これまた植えたら作れるってことか。すげえすげえ。コーヒー、アラブの偉いお坊さんがでおなじみの。結構集めたな。あとはなんか宝石っぽいやつだけになりましたかね。上は、下が牛とうんこの塊みたいなやつと草の塊みたいなやつですね。牛なんかおらんけどね。あ、おったおったおった。あれか。おった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 。いや、なんかやばいやつおるな。牛や。すげえ。これも同じパターンか。後ろから近づいていって。めっちゃ可愛い。すげえ。オッケーオッケー。逃すかよ。もうやったぜ。嬉しい。これで来てくれるんや。やった。もうおらんのかな。何匹かおるんすかね。一匹だけではちょっとな。もう一匹ぐらい捕まえたいけどね。探索探索楽しいね。これは真っ黒の石、黒曜石みたいな。あ、まさに黒曜石ですわ。でももう一回は手に入れてたっぽいね。あったあった。盛り土盛り土盛り土。やはー。オッケー。よっ。これ溶岩さ、入れれるかな。乾きの壺に。欲しいっちゃ欲しい。まだこの水は汲めない。まだって言ってるってことはグレードアップしたら汲めるってことか。へえ、そうなんすね。よし。さあ、で聞いたやつね、やりましょう。これなんですよ。笛を吹くんですって。よっ。笛を吹くんです。するとまだ見つけれてないやつが、やつへのナビが出るんです。どこナビしてんねん。あ、上に赤あるわ。ある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 。あのめっちゃ高いところに赤があるんですよ。それをナビってくれたかな今。あ、緑もあるわ。高いところですけど。よし、いっちゃらいっちゃら。どうやって上がんねん。ダンスするのほんまに。このやり方が一番効率いいと思いますけど、現段階では。ゆくゆく空飛べたりしてね、なったらいいなと思うんすけどね。っていうのがやっぱ高い建物とかすごい作りたいんで、フリーになったら上にパッと行けるようにね、なったら。これ足場作っていくのはいいんですけど、また足場壊すのが結構めんどくさいんで。緑の、あった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 。あれなんや。あ、ちょっと、あ、やばい。うわ、もうマジか。燃えるやん。そっか、上がりにくいね。や、めっちゃ。やらかした。せっかく上まで行ったのにね。そっか、この真上やったら暑いのか。そっかそっか、分かりましたよ。あ、分かった。じゃあ真面目にこっちから上がっていかなあかんねやね。よっはっよっはっはっよっよっ
ケーです。じゃあちょっと気持ちを改めまして、こんな感じで上がろう。あそこに青赤ありますね。まずはじゃあこの上の緑を取ってから。いやびっくりしたな。そっか、燃えるんや。すごいタワーですよ、ほら向こうも。一番上に赤い宝石が見えてるけど、さあこれは何というんでしょうね。これ占領鉱脈緑銀河、あっしよしよし、これ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 、こんな感じで下コンプしたから今、あーしまった。いや見えてるから下のあのピンクね。で上に赤があって、上の赤はあれ占領っぽいっすよね。これ占領が取れ直接取れるのか。あしまった、あーしまった、もう無理なんで、無理なんで、牛。強引に足を作って青の鉱石、赤の鉱石取りに行く。さあチェック、ブルーメタル、イエーイ、オッケー。いや結構大変ですねこれ、マジで。わりかし大変でした。が、あ、やっぱり赤石か、こっちは赤石、あー宝石やね、赤い宝石を手に入れようっていうミッションがあるっぽいな。じゃあちょっとある程度集めましょうか。何の材料になるんでしょうね。まあでも宝石やからすごいいいもの作れそうな感じは。2個、10個ぐらい必要っぽいな。ミッションが発生してる模様。え何これ、硬い、嘘、これまだ無理なんや自分の力では。この黒の石がハンマーで壊せない、カッチカチなんや。この上に赤の、おそらく占領石ですねあれ、多分ですけど色味的に占領っぽいなと思います。占領鉱脈、赤を発見した。よし、ちょい待ち、うわ全然ないやん。全然ないっすよ、思った以上にないわ。なかなか10個集めると骨折れるね。ピタッと張り付いて、すごい危険ですよ。わっ危な、すごい危険ほんまに。しかも深夜の作業やからもう足場が、こういうところで現場で働いてる人すごいな。高所で働いてる方すごいっすわ、ほんま。僕一回ロープウェイのね、設置会社でね働こうとしたことがあったんですけどね、実は面接だったんですね。で高いところとか大丈夫って言われたんです。僕めっちゃ高所恐怖症なんですよ。で無理ですって言ったら、あの高所恐怖症でって、じゃあ絶対ダメだよって言われました。でなんかね働いてる、なんていうかな、その写真、働いておられる写真を見たんですけど、えぐいです。確かに絶対無理ですねっていう
レベルで無理でした。いや、なんで俺受けに行ったんか全くわからない状態でしたもん。自分でもちょっともうほんまに疑問に思うレベルのやっぱり無理さでしたね。よし、宝石回収。あ、レシピひらめいた。やっはー、あー、やった。エッチじゃないとやって、やったか、いや分からん、やったかどうか分かりません。ただいや、まあこれでとりあえず必要物資は全て回収はしたんですけど、商人はおるような形跡すらないんですよね。ちょっとまあ多少回ろうと思うんですけど、この島におるって決まったわけじゃないんやろうか。でもえ、ピカピカ島でしたっけ、なんかそんなに行けって言っとったんは間違いないからおるんやろうと思うんですけどね。ちょっとあの探索しましょう。マップを見ながら、あれマップ出てないな、マップを埋めていきたいんですけど、もう素材自体は埋まったっていうか確実に全部取ったので、あとはその商人探しということになるんですけど、多分特徴的なね建物やったりとか、その何かそういうのがおるんやと思うんですけど、素材島も結構ほんま面白くて、なんか探検のしがいがあるっていうか、すごいちゃんと作り込まれてるんで、よっ、ちょっと腹が減りすぎて食い物がやばい。食べ物はねほんまちょっと常に確保したいところ、だからキッチンはね大きいとこ作りたいですね。あ、牛いた、牛だ。よしよし、これ取ろう。え？っていうか牛、牛いなくないですか。あれ？俺が連れてた牛がいないんですよ。おー、あれ一匹連れてたやつがいない。死ぬの牛って、もしかして火山で燃えたんやろか。火山ってか溶岩で燃えたんやのか。牛、牛悪いことしたね。食べてあげへんかったことをね後悔。どうなん、ちょっとその内部的な、今ぐるーっと回ってきましたけど、やっぱ外側はそんなになんか重要な部分はなさそうに見えるけど、ちょっと真ん中あたり探ってみるか。いや、まあ特に何もないように見えんすけどね。何か怪しい箇所をちょっと探しましょうかね。コーヒー豆エリアは若干怪しいっちゃ怪しい。びっくりマークとかそういうのもまあ出てはいないので、多分まあ地道に探すほかないかなって感じなんですけど、コーヒー豆、うん、あ、ストーンマン、え、あれ、え、あれは味方敵でっかいけど喋りかけるか。いや敵やんねこれ、多分見慣れたもんですけど、え、なあかん、怒ってはんね、あかんね、敵やわこれさ。ちょ待てよ、ちょ待てよ、魔物の餌あるやん。ちょ待ってくれ、魔物の餌でさ、こいつら
なんとかならんのかな。持ってなかったでしたっけ、魔物の餌。もう一個もないのか。うわぁ、魔物の餌ちょっと作ってさ、これ仲間にできる可能性あるんじゃないの。まあこんなやつ、こんなでかいやつ仲間にしたくないけどね。探索に関わるこうヒントってないんですかね。何も言ってないですね。商人を連れてきてほしいって言っただけですよ、ね、まさか牛が商人なんてことはないよな。なわけないよな。あんまりこの溶岩地帯は何もないような気がするんですよ。普通にそんなところに商人が住んでるとは思えないというか、なんかあのライトとかがあったらね、かがり火的なものが見えたらね、多分間違いないと思うんですけど、高いところに一回登って見渡してみますか、島全体を。まだ牛来とらへん、まだ牛来とらへんぞ。これ申し訳ないな、死んでまいったかもしれません。これはやってもうた、やっちゃった可能性が、そっか、笛吹いてみるか。あかん、もう素材集めきってるからやね、多分。あんまり溶岩がない方をちょっと調べてみたいなと思います。結構ね、素材島もね、この場所によってね、性質が全然違うので。あーあーあったあった。三代目牛、三代目牛、お前こそはちょっと生き残ってほしい。三代目牛よ。あ、今なんか出てる。おった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 。あ、ほらほら、町みたいなのがあったあった。よし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 、見つけた。やっぱり溶岩地帯じゃなかったな。おお、すごいやん、すごい家。ビルダー百景を発見し、あ、これ誰かが作ったやつですね。あ、間違えた間違えた。これね、誰かユーザーさんが作られたやつですよ、ビルダー百景。あっちの素材島にもあったんすよ。あ、壊せる。すげえ、温泉にめっちゃ使っとる。ちょっと見ましょうか。どなたのか全然わからないんですけど、もしかしたらお名前とか書かれてるかもわからないですけど。あー、お前は安全第一、健康一番。すごい、なかなかこだわりの建築ですよ。ほら、これ何やろ、山奥のなんか現場みたいなのをこう再現してはるんかな。山奥の現場的な感じですかね。これは何でここに迷い込んだのか、こいつが。おいっす、レイモン。金の匂いに誘われて足の裏から出てきました。ようやく匂いの出所が分かりました。おお、そうですか。よし、行こう、商人。どんな顔、ちょっと顔が見えない。あ、結構顔お黒い、そして髪の毛赤髪のレイモン、いいやん。ちょっと帽子のセンスはどうかと思いますけど、服のお色味はライムがすごいから、蛍光ライム。うん。
持って帰れるのか。よっ、なんかほら緑の見たことないやつあるよこれ。ああ、インパクト。いや素材回収できんわ。壊せるけど回収できへんねや。あーそういうことか。すごいすごい。ほらトロッコがあって、こだわりのこだわりですね。なんかん？ん？ん？誰か寝てた？え？今なんか誰か寝てるみたいな。あれか、あいつか。ですか。まあいいか。この建築はまあすごいなと思うので、それはまあいいとして、ちょっともう建築に迷い込んでしまったので。温泉もできてるんですよねこれ。すごいね。いや、いずれ作ってあげますよこんなもん。いずれ私も作ります。でもこれに登録するにはどうしたらいいのかな。なんかやり方があるんでしょうけどね。よし、いずれやります。はい、これ多分ビルダー百景見つけたよってことですよね。船着き場よし。ではまあ普通に島に帰りまして、次回は島到着時から、スタートしたいなと思います。はい、きっちりイベント終わらしたからまた進む、これで商人置いたらまた進むって感じになるんだろうなとは思われます。はい、では、次回へどうぞ。